はい、こんばんは。さあ、そろそろ始めましょうか。RPG をね、再開したいと思います。先日、にゃんにゃんに星くじで決まったミネルバトンサーガですね。やっていきたいと思います。ん、なんか間違ってる？ロードスじゃないな。皆さん、このゲームってご存知ですか？結構ね、マイナーでもなく、有名作らしいんですけど、前回やったガトリンとね、世界観がちょっとつながってるみたいです。知ってるかな？ああ、聞いたこともない。RPG 推薦抽選会でもね、何回かおすすめされたかな？うん、ガトリンという作ったゲーム。6時間枠来た。無理かな？ どうだろう。知ってるけどやったことない。あ、今終盤。先にクリアしてくれそうだな。あ、間に合った。いらっしゃい。ということで、いつものキプレイを聞いてみましょうか。ミネルバトンサーガについて。1、クリアした。2、まあ、実況などで見た。実況動画ですね。3、完全初見。サーガってつくから、小さい頃ロマサガとかサガシリーズかと思ってやったら全然違うかった。名前だけは聞いたことがある。ポチッとしてください。来た、クラムゼさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。赤さん、トムクルリンさんいらっしゃい。ノリさんいらっしゃい。赤つ、ソラさんいらっしゃい。クランパス、ロコンさんいらっしゃい。赤つ、百式さんいらっしゃい。赤さん、ザッパさんいらっしゃい。アーティク、M さんいらっしゃい。赤つ、吉田くんいらっしゃい。赤です、12個目さんいらっしゃい。おちんこちびるほどのネタバレ、ミネルバトンはマーギオ。ウィンドウさんいらっしゃい。ちびっちゃった。14個目さん、エモさんいらっしゃい。ガノさんいらっしゃい。当時これクリアした。サンクさんいらっしゃい。赤さん、18個目さんいらっしゃい。ワコ間に合った、白い黒猫さんいらっしゃい。赤さん、豚汁作ってきた、たすけさんいらっしゃい。これ2メガだったんだね。容量？これは素晴らしいゲームを選びましたね。31個目さん。いらっしゃい。RPG 推薦枠で初めて名前を知った。私もそうだな。で、なんか、妙に気になってね、買っておいたんです。まあ、このタイミングで遊びたいと思います。当時はこれでも容量があったの。へぇ。では、私の予想では、2割。おっちゃまが多いので、2割かな？バブミいらっしゃい。これね、面白いんだって、すごく。さあ、行きましょうか。行きますよ。2割やな。そんなにいないかな？行きます。キプレイ率です。せーの、ドン。あー、それでも、クリアした方が 12.2%。実況なので見た。10.2%。完全初見の方が、77.、約8割か。まあまあ、楽しい。まあ、こう、名前だけはよく聞くゲーム。実際やった方っていうのはやっぱり2割ぐらいなんですね。係長いらっしゃい。赤さはフェアさんいらっしゃい。ありがとうございます。さあ、じゃあやっていきましょう。トゼさんいらっしゃい。ゆっくり食べて。何気にやったことない。久々だわ、レトフリつなげたん。映ってよかった。ぶっ。ミネルバトンサーガ。音でかいね。失礼。これぐらいかな？
スタート。名前を入れてください。主人公は？パッケージは女性っぽかったんだけどな。サファラでいいかな。小原か夏目。あ、男の子。了解です。じゃあソファオにしよっか。ソファオ。赤澤ちゃん、月さんいらっしゃい。え、あのパッケージは男の子なのか。女の人の冒険かと思ってた。じゃあソファオで。行きまーす。そうね、ソファオの旅がまた始まりますね。やったことある？ミネルバトンサーが懐かしい。キプレイね、だいたい2割ぐらいでしたね。ゼラ、ソハオよ、私はもう寿命じゃ。お、いきなりクライマックスですね。そんな、父さん。私はお前の父ではない。お前は本当はパルメキアの王子なのだ。しまったな、また王子か。ラゴンの手下のザイラスに滅ぼされたアーカス城がある。あのパルメキアの王国の名前ですかね、パルメキアって。いきなりのネタバレですね。ラゴンの手下の、ザイラスに滅ぼされたアーカス城、お城か。アーカサス城がある、パルメキアの王子。うん、おじいちゃん、じいちゃんじゃないか、父さんだよね。じいちゃんじゃないな、父さんやったな。私は王に仕えた神官に過ぎぬ。父さんじゃないってことか。王子よ、南オフェーリアをラゴンから救い。オフェーリアを救うんだ。オフェーリアを救う、南、うん。ラゴンから救い、パルメキアを再び栄えた国にしてくれ。でもどうしたらいいの？珍しい、主人公喋る。そうだよな、いきなりこんなこと言われてもな。ローランの王に会いなさい。きっと力になってくれる良い息子でいてくれた。ぐふ。父さん、父さーん。ローラン。ローランの王様か。死んでもった。お、ドラクエ2の主人公っぽいね。首細っ。首細くないこれ。大丈夫ですか？ドーレシアの王子みたい。これ道か。そうね、死ぬ間際に教えてくれましたね。カンさんのこともなかったですね。クラノスケさん、いらっしゃい。ボンタさん。79個目さん、80個目さん。ベニーザクラさん、アクズグリュンさん、トモさん、ロックさん、95個目さん、いらっしゃい。これが街の人。ん？旅に出る者は皆、マジックギルドに行くのが、習わしじゃ。ヒットポイント高っ、800だって。あ、これは老婆ですね。マジックギルドに行く。うん。タクです。シュンさんいらっしゃい。ファミコン100台 RPG に入るんだって。100台 RPG。 へぇー。うん、レベル0。1じゃないんだ。珍しいね。もう独特ですね。話しかけると感じになる。こんな感じになる。ミネルバトンの神話は、吟遊詩人の歌の一番の題材さ。ミネルバトンってなんだろうな。うん、玉ってなんだろう。題材。ここは酒場だよ。うまい酒と美味しい料理ゆっくり楽しんでください。な
んか場所名とか出るかな？出ないな。道具。鍵、祈りの輪、風の笛。薬、岩薬、毒消し、クコの水。うん。三種類あるね。魔法、宝、大事なものかな。装備、裸か今。あ、エッチな探検エッチな探検持ってんな。今装備してるってことかな。データ、お金500。多分これ装備してるんですね、エッチっていうのは。ローランってここ？どこで分かったの？出てた？どっか。18禁になった。天草さんいらっしゃい。データで場所名が、あ、ほんとだ、ありがとう。じゃあ、そこを王様に会いに行こう。ヤンヤミさんいらっしゃい。ヒポさんいらっしゃい。ではウィーヨラー、よっちゃいねえぞーと。なんで出てた？無法者、無法者だって。金運、あ、ここマークあるね。酒場そっか、酒場の店主と飲んでる人ってことか。うんうん。これ何のマークだろう。アイテムかな。これね、1枠目だよ。あ、ここマジックギルドか。死んだ人の復活、魂の保管。お、懐かしい、これガドリンでありましたね。やっぱ一緒なんだね、魂の保管。あれがマジックギルドのマークか。マジックギルド。じゃあ、セーブをしようかな、魂の保管で。なんか、いらっしゃい。スルスル。素本の魂は保管した。早い早い。あのね、同じ会社なんだって。なんだこのハテナ。忍者っぽいのいる。ここは占いの店じゃよ。50ギルで占って死んぜよ。500円あってね、ちょっと占ってもらおう。王冠を取り戻し、王のところに行くことじゃ。王冠を取り戻す。ローランの王に認めてもらえないのかな、怪しいやつじゃみたいな。道先教えてくれるな。ここにもある。ドルフの人々は船がなくて大変困っています。ドルフの人々、うん、旅人。そうだね、指示中というかお助けのやつやな。サイナスの城の廃墟は東の方にあるけれど、その前に南のモルトの武器屋に行った方がいいわよ。行き先ですね、サイナスの、城の廃墟。新しいところが、その前に、南のモルトの武器屋。うん、するね、お店の人。いらっしゃいませって。一晩50ギル。いいえ。これはなんだ？アイテムかな？ドクちゃんいらっしゃい。うん、始まったばっかだよ。道具のお店です。所持金450円の、喉なった。岩薬。これ多分薬草のことだよね。岩薬。
まとめ買いすると安いですよってやつか。いや、変わんないな。変わんないな、これ。変わんないじゃないかよ。毒消しアダンの実。なんでしょうね。婚約。毒に段階があるんだって。ありがとうございます。いいな、閉めた。いらっしゃい。スムーズに変わるね。眼薬毒消し、アダンの実、スレトの爪。とりあえず一個ずつ買っとこうかね。あ、祈りの輪ってあるよ。風の笛。気分で決めてるかな。こんぐらいか、みたいな。じゃなさい、いらっしゃい。一個ずつ買っとこうか。解約。あ、めっちゃスムーズに買えるけど、一個ずつ買えないな。お金が。毒消し。アダの実安い。3円。そしてスレトの爪。こんぐらいにしとこうか。使ってみよう。効果は使ってから見る。あ、傭兵さん。王様の許可がないと通すわけにはいきません。外にも出れないってことか。遠隔用使い捨て武器。うんうん。遠隔用だって、武器。じゃあ、大量に買う感じか。ワンユイ。ん？ワンエイ、ワンユイ。あなたが誠の王子なら、共に旅をしたいのですが。あ、証明しろっつうことね。わかった。まだ口先ダメじゃ、ダメなんだ。アカプーナ、いらっしゃい。ラスボスのように。遠隔用近接武器があったら面白い。仲間だね。ワンユイね、ワンユイ。私こそ真の勇者だ。あ、ほんと？説明細かくて読むの面白い。誰かいる。王子だったらな。チラチラ。母さんどうしているのかな？ルー。ルーっていうのがいるね。クンユイかもしれん。言いづらいわ。クンユイ。はよ、外出たいな。王様探そう。なんかさ、もやしんさん、野菜。そうだね、中華っぽいね。あそこ酔っ払いでしょ。酔っ払い。この下は何があったかな。ないか、行き止まり。あ、階段がある。レッスン、いらっしゃい。今日からだよ。とっても陽気ですね、ローラン。お？ん？ちょっと怖いけど。アダンの実を一個手に入れた。遠隔武器って言ってたね。あ、出た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 、動くよ動くよ。お、お、お、どど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 ど、ブッパ。1000ってなんだよ。ヒットポイントか。こちらなんだ、カメか。土の子か。B 押してみるわ、B。薬玉魔法宝離す、離す。ぬるぬる。ぬるぬる。ぬるぬる言うとるな。イースがわかんない。イースがわからんよ。サイクロンさん、いらっしゃい。ぬるぬる言うとるな。何ボタン押そうか。X、Y、A、B。あ、当たればいいんか。いや、でも減ってるな。武器装備してたよね。グリグリ押すんだって。あ、減った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 。これ3対1って、やばくない？3匹にヌルヌルされんの？
いた。いや、これは負けるな。負けますね。コン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 。逃げるコマンド。傭兵。誰も雇ってないんだな。うまく操作して1対1の状況にするんだって。うまいこと敵同士引っ掛けたりする。え、そんな高度なゲームなんこれ。逃げる。わかった。とりあえず赤い宝箱気になるね。あのね、説明書なしですね。あいつら全開してんじゃないか。逃げ100かな。これは？なんだこれ。通れない？違うのか。赤ツンいらっしゃい。解雇しよっか。ちょっともったいないからさ。とりあえずなんかあると。宝が一個残ってますよ。そうだな。王様に会ってくる。逃げ角かな今のところ。あれかな、王様にきっと地下の宝を取ってまいれって言われるんだよ。あー、先見てしもうたわ。あ、おるやん。あ、キョロキョロしてる。大丈夫ですか、周りに誰もいないけど。ガバガバなんだけど、この王様。大丈夫、暗殺とか。お主がパルメキアの王子だと信じられぬ。ではこうしよう。ここサイナスの国の昔の城に、ここはサイナスっていう国なんだ。サイナスの国の、ローランっていう場所か。昔の城に私の王冠がある。闇の攻撃が熾烈で、ついに取り戻せぬままじゃ。町を出る許可を与えるから、王冠を取り戻してこい。さすればお主を王子と認め、全国にお触れを出してやろう。あ、王様戦ってなんて、ヌルヌルと一緒なんだ。お主が誠にパルメキアオの血を引くものなら、たやすいことじゃ。わかった。ピノナーさんいらっしゃい。こんばんは、いらっしゃい。やったことある？カンドとか持ってったん？マジでワクガチリンいらっしゃい。同じ会社みたいね。これ新刊さんだって。ミネルバロードはその昔神々が作ったと言われる。時と空間を超える道じゃ。ミネルバロードだって。時と空間を超える道。マットさんいらっしゃい。進化もそうだね、倒せるのかな。めっちゃ耐えたりしてみる。でも耐えたりしたらね、喋っちゃうんだよ、勝手に。まったありな BGM だね。まずは止まってから。一回外出てみよう。この地下の敵が強いかもしれん。毒の絨毯っぽい。玉っていうのあるよ。なんだっけ？装備で出るんだっけ？違うの。話したら出るのか。目が痛いね。また玉集めか。武器ね、一応エッチってなったから、装備してるはずなんですよ。探検。武器屋もないですね、見た感じ。いや、装備してるしてる。道具とか薬の使い方が知りたい。そうだね。ちょっと一回寝ます。なんで1なんだろうね。PSG 音源を聞くと泣けてくる。一
応父さん、父さんもどきが渡してくれたやつかな。プリン？ステータスってどこで見るんだ？あ、ここで出るのか。強さ51、守り51、速さ55。傭兵。なんか百鬼夜行思い出しちゃった。あそこでこう、街でさ、いろいろスカウトするのかな。あ、出れましたよ。マッピングの時間だ。でもなんか丁寧に道があるな。ハゲの位置か。まあ、高みの話。ここがローランで、そうだね、ミネルバトンの、サーガ。うんうん。悪徳商人いるかも。ねえ。じゃあ、ここは、サイナスの国の、と思っていいのかな？この道の上は敵が出なかった気がした。え、そんな優しい仕様？ちょっと一回戦ってみます。ラドック、ただの犬やないかい。野犬に襲われるさ。なんでいつも3匹なの？え、引っ掛けるってどういうこと？一列にするってこと？並べよお前ら。あ、引っ掛かる。にゃんぽこさんいらっしゃい。こういうことか。3匹、岩塩を1個手に入れた。ソハンはついに？あー、でもなんか単純だけど面白いね。ハイドライドってこんなやつなんだ。あ、敵ごとに違うんだ。こいつはお金を手に入れたぞ。ヒットポイント301。敵を倒すと宝箱になる。うんうん。犬と戯れてますね。ちょっとヒットポイントやばいな。岩薬でどれだけ回復するか見てみようか。そこもう死にそうです。お、めっちゃ回復した。500かな？岩薬500ですね。ヒットポイント800だったから、500回復。あ、そうだね。丸い薬って書いて岩薬か。あ、使っちゃった。連打しちゃった。もったいな。まあ、いっか。玉ってなかった？あ、玉がこれになるんか。アダンの実、スレトの爪。あ、あと、ボアの種っていうのがね、売ってなかったね。ローランでは。あと、煙玉。うんうん。ここで装備するの？あ、今、アダーの実を装備したようになってる。おお。経験値は手に入ってるんだろうか。どうなのかな？お疲れ様。あれ？これ6ですか？に手に入ったってことか。ここは南オフェリア。南オフェリアだって。そうだね。道をたどって行ってみようか。お疲れ様です。あ、でも、サイナスは東にあるって言ってたけど、先に、モルトの武器屋行こう。ということで、南行ってみようか。南。